1回目がすごかったの。それが、ああ、いそしいた、いそ見る。沖の、あの、こう、高くなってる、その、いそ見ちゃった。骨の普通見えたことねえの。それがパッと出てきちゃったんで、バカーッと。これは大きいぞ。だよね。どちらに逃げたんですか、逃げる。ここ、あそこ。あの、声あるでしょ。あそこの高台の方に。あそこまでは来なかったんですよ。あそこまで。だから、この道までは入ったけども。だからね、おそらくね、あの今の堤防がね、あのこの中野里ってそっちの港の堤防が斜めになってるんです。こういうね。それでこちら側に。だから結局ね、こっちの人がやらったのはそのあれだと思います。沖の堤防がこう斜めになってるんです。だから向こうほどひどいんです。コンテナがあった。あれコンテナかな？コンテナ。コンテナの。コンテナの下に車2台入ってます。あ、本当だ。コンテナの下に入っちゃったんですね。はい。そうだ。すいません。この東北関東大震災ということで、ガソリンの入荷が非常に少ないわけですよね。移動手段としての車の
利用っていうのはかなり高いんで、基本的なあの 足がなくなっちゃうっていうことで、生活基盤が成り立たないような状況になってるっていうのは大きいんですね。で、そういうそのガソリンの欠乏っていうことをなんとかカバーしようとして、その首都圏や関西方面からタンクローリーを持ってくるっていう時に、結局そのタンクローリーの運転手さんが、まあ、東北自動車道で来て、郡山市で、降りてしまって、まあ、結局放射線の被曝を恐れてってことなんですが、車の燃料が届かないというような事態が起きて、まあ、いわきから運転手さんをマイクロバスで運んでいって、それでタンクローリーをいわきにまた運んでくるというようなことがありますし、健康被害を恐れるということは当然あって、しかるべきだとは思うんですけど、やっぱりそういう基本的なインフラのところでのに及ぼしているその問題っていうのは大きなのがあるんじゃないかなと思います。健康被害が出る敷地っていうのはないですからね。線量が低いからいいとか悪いとかっていうふうにはこちら私たちからは言えないので、それはやっぱりそれぞれの方が正しくやっぱり行政とか事故の状況を踏まえて、あるいはその被爆線量に対する考え方を持って対応していただくしかないんじゃないですかね。全体の今度の福島原発事故全体の初動に対する、初動の東京電力の対応、それから県の対応、国の対応っていうことを見ると、やっぱり東京電力は正確な情報を出さない、情報を隠すという体質が一貫して変わってませんし、でそういう点で保安院とか国に対してもどの程度情報を出していたのかも分かりませんけど、またその情報自体が保安院とか、まあ、国の側もうまくコントロールできない、まあ、東京電力自体が原子炉をコントロールできないということになってますから、全て誰もコントロールできないという中で事故が破局的なところに向かって進行しているというのがやっぱり現実なんですよね。そういう点を見ると、そのタンクローリーを今集めてくる、あるいは政府の側のいろんな対応っていうことは、結局全て、まあ、後手後手っていうか党を得てないんでないのかなっていう感じがしますね。だから緊急性のある、その例えばガソリンの、地域住民にとってのガソリン不足っていうことから考えても、タイムラグがありすぎて、生きるものも生かされなくなるっていう、生かせるものも生かされなくなるっていうような感じになったんじゃないかなという心配が強いですよね。まあそこまでだから早めにそういうことを決めて対応しなきゃいけない。例えばその避難指示ですね、強制的に避難させるために国がいろんな手当てをするってことについても、やっぱり事故の局面をもう少し先手先手とやっぱり見て対応するってことがないと、今度のようなことが繰り返される恐れがあると思いますけど、まあっていうふうに思いますよね。まずその設置許可申請書の中で、その第一原発の今1から6の設置許可申請書の中での、その事故想定の中で冷却剤喪失事故は、まあ、あるにはありますけれども、その際も要するに非常用電源によって、カバーできるということですから、その非常用電源喪失ということについて、やっぱり過信していたと思うんですよね。やっぱり、去年の6月に1-2で第一原発2号機で全電源喪失ということで、外部電源が雷かなんかで落ちて、今回のように、なくなった時に非常用ディーゼルが作動しなかったわけですよね。それは15分間作動しなかったんですよ。それであわやメルトダウンかっていうようなことで、これは私もブログに来ましたけど、だからそういう時にも機器のリレーの問題だっていうふうなことだったんですよ。だからそういうなんか
部品の問題っていうかね、そういうふうに矮小化して徹底的にその 全電源が喪失するっていうことから、メルトダウン、非常用電源も入らないメルトダウンって、今回のことが起きる予測は去年の段階でもはっきりしていたわけなんです。でそれが今回は津波によって非常用電源が海水をかぶるっていうことで、それが現実のものになったということで、本当にまあ私らも去年の追及が足りなかったのかななんても思いますけれど、まあ東京電力の過信っていうのはこういう結果をもたらすほどの過信であったというふうに思いますね。やっぱりこういう辛い目にね、他の皆さんにも会ってほしくないっていう、他の人たちにもこんな辛い思いはさせたくないっていうふうに思います。まあだから私たちは今年1年間3月26が第1原発の1号機の40年ということで、ハイローアクションということを1年間やろうって言ったんですけど、現実的に東京電力が海水を注入するということで廃炉が決定されましたから、廃炉の時代に入るということがこんなにも大きな犠牲によってしか生まれなかったっていう、そういう過酷な現実をすごく思いますね。ですからもうこれはみんな国民も世界の人々も原子力と人間や自然は相入れないんだということが分かったんじゃないかと思うんですね。人間は原子力を絶対コントロールはできないということだと思います。